大浜一郎君。けいらんねえな、不要なら。沖縄自民党の大浜一郎でございます。県議会議員一期生として最後の一般質問となりました。県議会補選にて初当選し、初めて議場で発言させていただいてから1年と5ヶ月。まばたきする場の日々でありましたが、会派の皆さん、地元八重山の皆様には常々叱咤激励をいただき、心から感謝を申し上げます。私が県議会に挑戦したのは、この議場でも何度も申し上げてきましたが、離島に生きることを誇りに思い、私たちの子どもたちが自分の住む故郷を誇らしく語り、これまで地域で頑張ってこられた皆様が、ついの住処として健やかな日々を送ってほしいという思いからであります。離島に住む島民にとって、日々の生活のあらゆる場面において、政治のたゆみない下支えが不可欠であります。だからこそ、離島の振興は県行政において、これまでにまして離島の生活に寄り添った政策の展開が必要であり、私は次期沖縄振興計画においては、重要な位置づけが必要であるとの思いを持って、この議場で発言をしています。これからは離島が輝くことこそ、沖縄を輝く、そういう時代になっていく。知事に置かれても離島の島々に寄り添って、離島の振興に真摯に取り組んでほしいと切望するものであります。質問させていただきます。1、知事の政治姿勢について。令和2年度沖縄関係予算について。現行沖神経総仕上げの時期における沖縄関係予算額への評価について。今まさに現行沖神経の総仕上げの時期、特に一括交付金の減額査定などは、知事と政府とのこれまでの対話における政治的結果であり、今後どのような政治対話を通して、次期振興への礎を作っていくのか、知事においては、今後1年の政治的評価は極めて重要であります。知事の所見を伺います。2、次期沖縄振興計画について。総点検報告書答申案に鑑み、次期沖神経策定における離島振興政策課題抽出、並び次期沖神経における離島振興政策の位置づけの重要性について、総点検報告書答申案においても、重要度を増した課題として離島振興が指摘され、政府・与党内においても、離島地域の格差は依然として解消していないとの見方もされています。知事としてこの課題解決へ向け、次期沖神経へ離島振興政策、骨子案をどのように取りまとめて位置づけていくのか、知事の所見を伺います。今後の沖縄経済政策展開における EBPM の重要性について、沖縄で実際に勤務し、沖縄の経済情勢を分析された方々から、沖縄の経済において、これまで客観的な経済データに基づいた分析が少なく、定量的な分析が必要とされなかったのではないかという意見が数々あります。現在、日本の政策運営において、EBPM、エビデンス・ベース・ポリシー・メイキング、証拠に基づく政策立案の重要性が重要視されており、これはこれからの特に経済政策推進において、稼ぐ力を具現化していくためにも、重要な分析作業だと指摘されています。その重要性について、知事の見解を伺います。政策金融機関である沖縄振興開発金融国の存在の重要性について、沖縄振興計画における政策金融機関として、沖縄国の果たしてきた役割は極めて大きいと考えます。政策に基づくきめ細かい融資制度は、一般民間金融機関を総じて補完し、特に本島北部地域、中規模離島、小規模離島においては、その存在価値は極めて大きく、次期沖神経においてもなくてはならない重要な政策金融機関だと考えます。沖神経が主演すれば、日本政策金融公庫との統合と
なるとされていますが、知事は唯一沖縄政策に特化し、沖縄経済を支えてきた沖縄高校の重要性をどのように認識し、今後どのように対応されるのか伺います。3、新型コロナウイルス等の影響による経済環境変化に対応すべく、中小企業支援の取り組みについて、24日、WHO はパンデミック、世界的流行の準備段階に入るべきとのメッセージを発しました。感染力の強い新型コロナウイルスの影響があらゆる分野で危機感を増幅させています。沖縄においても観光関連のみならず、中小企業者における経営状況への不安が現実化してきました。2月7日には麻生財務大臣より政府系金融機関に対し、セーフティーネットの貸し付けの活用を指示されましたが、中小企業対策として、県としての迅速な対応の現状はどうか、現状の問い合わせ件数、問い合わせ内容について伺います。2、危機管理体制の整備について、1、沖縄県警に国境離島警備隊が設置される重要性について、我が党、照屋議員の代表質問でも質疑ありましたが、今後の沖縄の国境離島における警備体制の強化は必然的だといえます。過去にも尖閣諸島に香港と中国の活動家が上陸した事案がありましたが、今後においては、漁民に偽装した武装集団の上陸による占領などの想定に備えるとされています。国境離島周辺における現況の緊迫している課題、海保との連携強化などについての重要性への取り組み、そして当分の間の設置期間という概念についても伺います。過去に防災危機管理アドバイザーとしての退職自衛官の任用について、我が県は沖縄本島においても離島県であり、広域な島嶼県であります。大型台風被害、地震、最近においては首里城火災などの文化遺産の火災、豚熱による殺処分などの場面においては、対処行動へ向けた想定される準備、その後の復旧活動等の体制の在り方が問われます。また、発災時においては、その迅速性が県民の財産、生命を救うことになるのみならず、国内外から多くの観光客が訪れることからも、観光客の安全確保には万全を期さなければなりません。今後、あらゆる防災対処事案を想定して、自衛隊および関係機関と常に連携、調整を構築するために、退職自衛官を防災危機管理アドバイザーとして、県庁に任用する必要性について伺います。3、新型コロナウイルス等伝染性感染症対策における離島地域の治療医療体制の現状について、豚熱と家畜伝染病における離島地域の防疫体制の現状について、3、八重山地域の課題について、1、佐喜島地区における緊急搬送体制の維持・強化について、これは鍵島会社市町村会による要請であります。急患搬送用暫定ヘリポートについて、八重山病院南東側案を県主導で整備する方針の確認、並び設置完了時期について、夜間運用における暫定ヘリポート並び波照間空港への照明設備整備の対処方針について、ヘリ天事業実施要項の添乗者についての規定見直しへの対処方針について、2、地域未来投資促進法を活用したゴルフ場を含むリゾート施設の対処方針の進歩状況について、4、我が党の代表質問の関連について伺います。我が党会派の照屋議員の代表質問の関連、我が党会派の議員の質疑もありましたが、大型マイスにおける損害賠償支払いについてですが、今回の事態に陥ったことに対して、落札者の決定が無効になったこと、また、県には攻めに期すべき自由がないなどと、あたかも交付金を決定しなかった国が問題であるかと言わんばかりに聞こえます。また、県が9000万余りを損害賠償金として業者に対して県民負担で支出する以上、事業主体の権利は当然責任があり、知事は明確に失策であったことを認めるべきではありませんか。知事から答弁を求めます。次に辺野古訴訟をめぐる訴訟において、12月の定例会において
昨年の12月の定例会において、我が党、中川議員の質疑に知事は、真摯に順法精神を守っていきたいと答弁された。ところが、今定例会において、我が党会派、ザキミ議員の代表質問の管理においては、池田知事公室長は、判決がまだ行われていませんので、予断を持ってお答えすることを差し控えると答弁し、再質問の答弁に、一般論として司法の最終判断に従うことは、一般的にそういうことになろうかと思いますと、さっぱり意味不明の答弁をされました。法治国家において、明確に司法の最終判断には当然従うと答弁すべきではありませんか。一般論、一般的とは何ですか。これは知事からの明確な答弁を求めます。以上でございます。知事、玉城デニー君。大浜四郎議員のご質問にお答えいたします。知事の政治姿勢についてのご質問の中の1の括弧2のは、離島振興における課題及び次期振興計画における離島の位置づけについてお答えいたします。県では今年度沖縄県振興審議会を開催し、沖縄21世紀ビジョン基本計画等総点検報告書素案について答申を受けました。その中で大規模離島とそれ以外の中小規模離島では異なる課題を抱えており、離島ごとに対応を検討する必要があるとのご意見をいただいたところです。本県の離島地域は、失礼しました。本県の離島地域は、我が国の領空、領海、排他的経済水域の保全に大きく貢献しており、また、島々が持つ貴重な自然環境や独自の文化、豊かな生物資源などは本県のみならず、我が国の魅力や多様性の一部を支える重要な役割を担っているものと認識しております。私は離島島嶼地域の発展が沖縄の持続的発展につながっていくと考えており、新たな沖縄振興計画においても、引き続き離島振興を県政の最重要課題に位置づけ、それぞれの島々がその潜在力を十分に発揮して、希望と活力あふれる豊かな地域社会を実現することを目標に、さらなる振興に取り組んでまいります。その他のご質問につきましては、副知事、部局長から答弁をさせていただきます。副知事、富川森武君。大浜一郎議員のご質問、1、知事の政治姿勢についての中の1の括弧3、新型コロナウイルス感染症等による県経済の影響に対する県の取り組みについてお答えいたします。沖縄県では、新型コロナウイルス感染症等について、今後の県内経済に影響を及ぼすことが懸念される状況に鑑み、2月17日付で経済対策に関わるプロジェクトチームを設置しいたしました。同チームでは、産業振興、中小企業支援、観光振興との分野について、部局横断的に喫緊な連携を図りながら、一丸となって課題解決に向けて対策を講じることとしております。現行での緊急対策として、中小企業セーフティーネット資金による経営安定に必要な資金繰り支援を行うほか、産業面や事業者への影響に関する状況把握を行い、中長期的な視野も踏まえ、正確な情報発信、風評対策も含めた経済対策を講じてまいりたいと考えております。以上でございます。総務部長、金城博正君。
知事の政治姿勢についてのご質問の中の括弧1の A、令和2年度沖縄振興予算についてお答えします。令和2年度沖縄振興予算案は、今年度と同額の3010億円が確保され、子どもの貧困対策、離島活性化の推進などが増額となり、小規模離島の海底送電ケーブルやテレワーク施設の整備が新たに盛り込まれました。しかしながら、本県および市町村が強く増額を求めていた沖縄振興一括交付金が6年連続で減額となったことについては残念であります。県としましては、残り期間が2年となる沖縄21世紀ビジョン基本計画の集大成に向け、沖縄振興予算を積極的に活用し、各種施策に全力で取り組んでまいります。以上でございます。企画部長、宮城勉君。1、知事の政治姿勢についての括弧2の EBPM についてお答えいたします。EBPM とは、政策目的を明確化した上で、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報等の客観的なデータや証拠に基づく政策立案とされております。今年1月の沖縄21世紀ビジョン基本計画等総点検に係る沖縄県振興審議会の答申においては、データ、証拠に基づいた施策展開についての意見が出されているところであります。県においては EBPM の重要性から、沖縄21世紀ビジョン基本計画の着実な推進を図るため、PDCA サイクルを導入し、毎年度検証や改善を継続的に行い、計画の進捗管理と施策の評価を通じて、県政の効果的な推進を図っているところであります。引き続き EBPM の手法を活用し、各種施策の効果的な推進を図るとともに、成果指標の選定の在り方など、一部課題もあることから、新たな振興計画の策定に向けて改善に努めてまいります。同じく1の括弧2のう、沖縄振興開発金融公庫の重要性についてお答えいたします。沖縄振興開発金融公庫は、沖縄における政策金融を一元的、総合的に行う政府系金融機関として、税、財政上の特例による支援措置と並び、沖縄振興における車の両輪として機能しております。設立以来、6.5 兆円の出融資実績があり、リーディング産業支援や、創業ベンチャー企業支援、農林水産業の生産体制強化、事業継承支援、セーフティーネット需要へのリスクマネーの供給、一人親支援、人材育成支援、中小企業、小規模事業者等への生産性向上支援など、さまざまな資金ニーズにきめ細かく対応し、本県の発展に大きく貢献してまいりました。県としましては、沖縄振興施策と連動した沖縄公庫の政策金融機能は、今後の沖縄振興においても必要不可欠なものと考えております。以上でございます。警察本部長、宮沢忠孝君。2、危機管理体制の整備についてのご質問のうち、括弧1、沖縄県警察に国境離島警備隊が設置される重要性についてお答えいたします。警察ではかねてより、国境離島における事態対処のための体制の在り方について検討を行ってきたところでございます。過去には外国人活動家による国境離島への不法上陸事案が発生をしているほか、外国公船による我が国領海接続水域への侵入が常態化していることなどから、武装集団による離島への不法上陸、選挙事案等の発生が懸念されているところであります。こうした状況等を総合的に考慮いたしまして、当県には領海を隠する、汽船を有する離島、いわゆる国境離島が多数存在することを踏まえ、国境離島における武装集団による不法上陸事案等に
対処する能力を強化するため、令和2年度において警察法施行令及び条例で定める沖縄県警察の地方警察官の定員を150人増員し、国境離島警備隊を設置したいというものであります。これにより、沖縄県民の安全を確保するとともに、沖縄県の県土の保全に資することになるものと考えております。続きまして、海上保安庁との連携についてでございますが、警察は犯罪の予防、鎮圧、および捜査等に当たることをその責務としており、海上保安庁は海上における犯罪予防および鎮圧捜査等に当たることをその任務としていることから、警察としては平素から海上保安庁と適切に連携を行っているところであります。国境離島における法上陸事案等への対処は、警察の責務の範囲内であることから、国境離島においてそのような事案が発生をした場合等については、これまでも海上保安庁と連携して対応しているところであり、今後とも海上保安庁をはじめ、関係機関と適切に連携してまいる考えであります。で、最後に当分の間という規定ぶりについてでございますけれども、国境離島警備隊は諸情勢を踏まえて設置をされるもので、警察法施行令で言いますと、これはまあ本則ではなく、付則で規定をするということで、その中で当分の間に設置をするものというふうに規定をされております。まあ、ただこの当分の間というのは、特段いつまでという期間の限定があるものではございませんで、廃止の改正の措置が取られるまでは設置をされ続けるものということでございます。以上でございます。知事公室長池田武邦君。2、危機管理体制の整備についての括弧に、退職自衛官の任用についてお答えします。退職自衛官については、沖縄を除く46の都道府県において任用されており、これは災害時の実践的な経験や能力、また自衛隊との緊密な連携のためと理解しております。沖縄県におきましては、日頃より大型台風時のリエゾン派遣のほか、急患搬送、不発弾処理等において、緊密に連携を取っているところであります。近年、自然災害だけではなく、最近の豚熱や新型コロナウイルスへの対応など危機管理事象は多様化しており、今後については外部からの専門家の任用も含め検討してまいりたいと考えております。次に3、八重山地域の課題についての括弧1の案、ヘリポート設置にかかる方針及び時期についてお答えいたします。県では次年度、代替ヘリポートの設置について、法的・技術的な検討を行うための費用を予算案に計上しておりますが、2月10日には、鍵島会社市町村会からの要請を受け、暫定ヘリポートの整備を含め、スピード感を持って取り組む方針を副知事からお伝えしたところであります。暫定的なヘリポートにつきましては、第11管区海上保安本部石垣航空基地から提案のありました、県立八重山病院南東側の案も含め、早期の対応ができるよう、引き続き石垣市をはじめとする関係機関と緊密に連携し、調整を進めてまいります。次に3、括弧1の E、暫定ヘリポートへの照明設備の整備についてお答えします。暫定ヘリポートについては、緊急的な対応として、第11管区海上保安本部石垣航空基地から提案のあったものであり、照明の必要のない時間帯での運用を想定しているところでございます。県としましては、暫定ヘリポートにつきまして、早期に運用できるよう、石垣市をはじめとする関係機関との調整を進めるとともに、
恒久的なヘリポートの在り方についても、スケジュール感を持って取り組んでまいります。次に、我が党の代表質問との関連についての括弧に、関与取り消し訴訟の最高裁の判断についてお答えいたします。先の代表質問におきまして、関与取り消し訴訟は最高裁判所に継続中であり、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたい旨、答弁したところでございます。なお、一般論といたしましては、司法の最終判断が示された場合に、その判断を尊重することになるものと考えております。以上でございます。保健医療部長、砂川康君。それでは、危機管理体制の整備についてのご質問の中の2の括弧3、離島地域の医療体制についてお答えします。離島において新型コロナウイルス感染症を疑う患者が確認された場合、保健所は感染症指定医療機関である県立病院の受診を紹介し、必要に応じて保健所が患者の移送を行い、県立病院で診察、治療及び検体の採取を行います。また、小規模離島の場合は、保健所が海上保安庁や地元消防団の協力を得て移送することとなっております。次に、八重山地域の課題についてのご質問の中の3の括弧1のう、ヘリ添乗事業実施要項の見直しについてのご質問にお答えします。県は、急患搬送を安全かつ効果的に実施するため、看護師に代わり、救命救急士も添乗できるよう、平成31年3月に沖縄県ヘリコプター等添乗医師等確保事業実施要項を改正したところであります。なお、当該実施要項につきましては、効果的なヘリ添事業を運用する観点から、今後とも関係者の意見を踏まえながら、所要の検討を加えていきたいと考えております。以上でございます。農林水産部長、長峰豊君。2、危機管理体制の整備についてのご質問の中の2の括弧4、離島地域における家畜伝染病対策についてお答えします。アフリカ豚熱、口蹄疫などの特定家畜伝染病の侵入防止対策については、空港、港における水際対策の強化や、農場における消毒や早期通報など、飼料衛生管理技術の遵守が重要と考えております。県としましては、今回の豚熱発生を踏まえ、国の動物検疫所と連携し、空港、港における水際対策の強化を図るとともに、生産者、市町村、関係団体と一体となって、飼料衛生管理基準を遵守する体制を強化するなど、家畜伝染病侵入防止対策に取り組んでまいります。なお、国際便の発着がある石垣港、新石垣空港、平良港、下地島空港については、指定港として位置づけられ、水際対策が強化されたところであります。以上でございます。土木建築部長、上原邦貞君。3、八重山地域の課題についてのご質問のうち、
括弧1の E、波照間空港の照明設備整備についてお答えいたします。波照間空港では、海上保安本部の急患搬送用ヘリコプターが夜間に着陸する際、ターミナルビルの屋上に設置された投光機や滑走路末端識別灯などを利用し、受け入れを行っているところであります。海上保安本部からヘリポートに設置される着陸区域照明灯の設置を求められたところでありますが、国土交通省より滑走路上での障害物件とみなされるため、設置は困難との回答を得ております。現在、ヘリコプターの夜間着陸時の安全性を高める照明施設について、関係機関と調整を行っているところであります。以上でございます。商工堂道部長、深津昇君。3の八重山地域の課題についてのご質問の中の括弧に、地域未来投資促進法を活用したリゾート施設建設計画の進捗状況についてお答えいたします。地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みを支援するものです。現在、県では、当該法律に基づく石垣市からのリゾート施設建設を含めた基本計画案に対して、土地利用等の上位計画との整合性や、関連法令との整合性など、さまざまな観点から意見調整を行っております。進捗状況としましては、市との事前協議を踏まえ、昨年12月に基本計画案を受理し、本年1月中旬には石垣市に意見書を提出し、引き続き調整を行っているところです。農業振興地域からの除外や農地転用許可にかかる手続きにおいては、各制度におけるクリアすべき課題があると認識しておりますが、地域の産業振興につながる計画的かつ効果的な取り組みであることを踏まえ、国の基本計画同意に向けて適切に対応してまいります。以上でございます。文化観光スポーツ部長、荒垣健一君。我が党の代表質問との関連についてのご質問のうち、大型埋設施設整備に係る和解についてお答えをいたします。県と落札者による落札決定の無効の確認にあたり、契約を締結できないことについては、県と落札者双方の責めに帰すべき事由がないこと、発生した費用の負担については、釣り合いの取れた状態に是正することが、審議則や公平の観点に基づき適切であることから、県が落札決定後の準備費用にあたる直接経費を補填して和解することで合意に至ったものであり、契約違反といった債務不履行による違約金とは異なる性質のものであります。県民の皆様にはご心配をおかけしておりますが、県としては今後民間資金と創意工夫を活用する官民連携の手法を施設整備に生かしたいと考えており、次年度は東海岸地域サンライズ推進協議会等の関係機関とも連携しながら、引き続き大型埋設施設の整備やエリア形成に向け、新たな基本計画の策定に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。以上でございます。大浜、休憩します。中小企業対策の件について、件のついてですが、問い合わせ件数と、問い合わせの内容について、ご答弁をお願いをしたのですが、その件について、ご答弁がなかったものですから、その件についてよろしくお願いします。
休憩します。休憩中に、それではすみません、質問通告になかったものですから、ちょっと答弁は用意しておりません。質問通りに来ればよかったのに。失礼いたしました。大浜、再開します。大浜一郎君。はい、よろしくお願いいたします。知事の政治姿勢についてでございますけれども、関係予算に沖縄関係予算についての評価について、総務部長がお答えになりましたが、あまりにも少しちょっと軽いなというのが私の印象です。いいですか。一括交付金制度なんていうのはですね、創設はこれはどうやってこれ創設されたんですか。これは政治判断においてなし得たものじゃないですか。毎年 の沖縄関係予算の査定はですね、ひとえに知事の政治姿勢、政治対話力にかかっているという、ご認識ありませんか。これはもう絶対知事がですね、今後1、2年の間の政治姿勢が問われると思うんですよ。知事、ぜひね、その重い評価、ぜひお聞かせいただきたい。知事玉城デニー君。はい、少し振り返って、お答えをさせていただければと思いますが、私が衆議院議員の当時、民主党政権の時に、現在の沖縄振興計画と一括交付金の制度が創設されました。その際に私も、党内で、その PT の方々といろいろ議論しましたけれども、やはりその前の、申請の時に、従来の国が振興計画を決め、財源を決めるという方法から、県が主体的になって計画を決めて、そして財源を担保していただくということに切り替わり、そして民主党政権の折には、さらに地方分権、地域主権を主体として、財源、権限を移譲しようということで創設されたのが、一括交付金の制度だというふうに理解をしております。ですから、私はその時から、政争の具にしない、一括交付金と沖縄振興については、党派を超えて、ぜひ日本の振興発展戦略の一環として、南の玄関口である沖縄県をしっかりサポートすることによって、支援することによって、沖縄の発展が日本の経済の発展にもつながっていくという思いで創設されたというものであるということに鑑み、私は次期振興においても、この沖縄の振興発展に向けては、政府に対して最大限の協力を求めていきたいというふうに考えております。小浜一郎君。はい、政府は2年後のことについては、まだ何も決めてないというような発言もされておりますし、毎年毎年こうやって一括交付金が減額されてですね、これは市町村に対しても非常にげんなりするような雰囲気が漂っているのは事実なんですよ。今、政治がおっしゃったことは分かりますけどね、しかしながら、これは政治力でもって、政治的な対話を持って、次の審議によしやろうというような雰囲気を作っていくのは知事の仕事じゃないですか。どうですか。知事玉城デニー君。はい、その思いで日々努力を重ねているところでありますし、これからも精進し、皆様と一致団結して取り組んでいきたいと思っております。小浜一郎君。質問を続きます。
児童振興については本当に父の思いはとてもいい表現だったと思います。最近八重山訪問された江藤担当大臣もですね、特に大きな課題は離島の振興だというような話を視察後に語られていました。また昨年12月に那覇で開催された沖縄懇話会においてもですね、大前健一さんに市においてももはや沖縄における観光経済は幕の内弁当ではもうなくていいんだと、特徴のあるとんがったものが必要だと、特に離島に関係は有望だから、ぜひそこに特色を生かす大胆な仕掛けが必要だというようなこともおっしゃっておりました。またオリックスの宮内チェアマンも、相場の的な施策はもう必要ないんだと、県民所得がずっと最下位で素晴らしいと言えるのかというような話もされていました。離島の振興についてもですね、生活目線の振興策と同時に、従来の発想から転換した、地域産業クラスターも含めたですね、地域の観光の経済政策というのが必要だというふうに思いますが、それについてはどうですか。知事、お答えください。すみません。企画部長、宮城勤君。はい、沖縄懇話会で、もっと選択と集中をしたらいいんじゃないか等々のご意見があった、テレビで拝聴しておりました。これらも参考にしていきたいと思います。また離島の今後の離島の振興にあたっても、雇用の場の創出、定住条件の整備、これは新たな振興計画の中でも大きな課題となっていくはずですので、この企業の稼ぐ力、これがですね、沖縄本島のみならず離島まで隅々と行き渡るような、浸透するような、そういう取り組みをしてまいりたいというふうに考えます。以上です。小浜一郎君。ありがとうございます。ぜひですね、新しい方向での新しい時代に向けた新しい方向での政策づくりにぜひ我々も協力していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。あと EBPM 件でありますけれども、従来の政策評価として PDCA 分析がよく使われたことはよく分かりますし、これは社会活動の分析にもよく使われますが、やはりもう定性型の分析の色合いがやはり強いというのは否めないと思います。やはりちょっとフレームワーク的な、側面がいささか強かったんだろうと思いますけれども、やはり実際の数値を使って、経済運営も同じくですね、数値をもとに考察した、ここに必要なのは理論性と明確性が必要なのが定量分析です。事柄をいろんな性質上、抽象的なものもいろんなことも含めて着目してイメージを導くのが定性性分析、例えば PDCA もその一環かもしれません。この2つが補完し合わないといい分析にはならないということで、例えば答弁いただいておりますが、ここにおけて一番大事なことは何か、これは県の予算においてですね、自己財源比率をどういうふうに上げていくかということを着目すべきだと思うんですね。で、今県税比率は何パーセントですか。自財源の中で全国平均は何パーセントですか。休憩します。中央税のです、ね、県税再開します。総務部長、金城博正君。はい、大変申し訳ございません。今ちょっと県税比率全国持ち合わせてないものですから、実質財源比率でお答えさせていただきます。平成30年の普通会計決算によりますと、国平均のですね、都道府県平均の実質財源比率は 46.8%、一方沖縄県の方は、33.6% というふうになっております。以上でございます。小浜一郎君。自主財源を全部入れてしまうとそういうふうになっちゃうんですよ。だから地方税としてね、本当に県の方々が稼いできて払ってきた、そこは何パーセントかと聞いてるんですよ。そこが曖昧だからいつもおかしくなるんですよ。全国平均、これは17年度で 30.8% ですよね。で、これ17年度ですかね、沖縄県は 18.9% ぐらいですよ。
これをまず 30% に持っていこうというぐらいのことを考えていくのが、この、EBPM のなせる、向かう方向性なんですよ。ぜひその辺のところをですね、しっかり分析されて、いただかないと困ると思う。それと支出項目の中でね、沖縄県は交際比率が低いですよね。なぜ低いんですか。全国平均と沖縄の平均、ちょっと教えてください。休憩します。先生の話の中にも書いてあります。再開します。総務部長、金城博正君。はい、大変失礼いたしました。実質公債比率、平成30年度の決算でございますけど、全国で、8.4% で全国5番目、全国平均は 11.7% というふうになっています。以上でございます。はい、大浜一郎君。これもですね、公立補助がね、結構沖縄には作用してるんですよ。これも含めて次のね、計画なんですからね。いろんなこと、すべてパッケージになった分厚い政策を次の10年にどう使っていくかというのが大事な政策なんですから、こういうものがこういう通知に出てくるんですよ。ぜひそういうものを見極めてですね、計画の内容、そして目指す方向、そういったものを、ね、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。休憩します。休憩します。再開します。大浜一郎君。確かに県議会であまり話題になることがなかったんですけども、この沖縄高校の問題、これは非常に底辺でね、ものすごく大事な政策機関であるということをですね、やはり文言として、また言葉としてしっかり伝えていっていただきたいなというふうに思います。これがなくなると離島地域は大変なことになります。ぜひですね、それを肝に銘じていただきたいというふうに思います。それと県警の国境警備隊の件でございますけど、山川議員がいろいろお聞きになったので、そこは省きますが、これは私たちとしてはやはり、尖閣諸島への上陸を想定していると私はイメージしています。これは八重山への常駐 部隊の常駐というのも視野に入れるべきじゃないですか。そういったことも考えたらどうですか。なんか庁舎も狭いというようですし、ぜひ八重山の方に仲裁されてもいいかなと思いますけれども、また訓練の際にも必要でしょう。石垣には相当な海保の装備がありますから、ぜひ八重山の常駐も考えたらどうですか。どうですか。警察本部長、宮沢忠孝君。新しく設置することを予定しております国境離島警備隊でございますけれども、沖縄本島に、常駐するということを想定してございまして、で、一方で緊急時には、先ほども申し上げたところでございますが、来年度中に配備されることを予定している大型のヘリコプターを活用しながら対応していくということを想定しているところでございます。大浜一郎君。はい、ありがとうございました。緊急搬送用のヘリポートの設置についてですけど、これは同郷の樹徳議員も取り上げておりましたが、この完了時期が調整するというのは一体どういうことですか。計画を立てたら完成、これは命の問題ですからね。
ある程度目通しを通してですね、設置完了国内までやろうというのが考えるのが普通じゃないですか。知事、これは、ね、離島の人たちの、ね、命がかかっていることなんですよ。ぜひね、これはリーダーシップを取ってですね、いついつまでやるというふうにはっきり言ったらどうですか。知事公室長、池田武邦君。はい、まず恒久的な代替ヘリポートにつきましては、法的、技術的な検討も必要ということで、次年度、予算措置をして、検討することにしております。で、2月10日に要請のありました、暫定ヘリポートにつきましては、その前に、海保の方から提案もございました。で、ただその提案内容につきましては、例えばその候補として挙げられたところが、いわゆる国有地である。そしてヘリポートとして使うためには平らで7トンの荷重に耐えられ、舗装等は行う必要があるとございます。でその辺、国有地国税ですかね、財務省との調整あるいは測量などの問題もあります。その辺を今並行して調整をしているところで、なるべく早くそういった形で条件を整えていきたいというふうに考えております。大浜一郎君。国との調整ならさっさとできますよ。大事な暫定ヘリポートなんじゃないですか。しかもこれは夜間のみの運用を考えているということでですね、これはもう夜の運用は空港によりいいですか。空港アクセス道路はもう今も遅れてるんですよ。夜になってくると遠回りする国道を通らなきゃいけない、もしくは真っ暗な農道を通っていかないと病院にたどり着けない、こういう状況いつまで続けるかということですよ。それのところは現状分かってそういうことを今のように答弁するんですか。もう少し歯切れよく時間を持ってきちっと早めにやるということを答弁したらどうですか。副知事、ジャハナ・キイチロー君。お答えします。本当に12月からですね、この新垣空港での、活用ができなくなったということでですね、向こうの方に移動せざるを得なくなったということで、大変、八重山軍民の方々にはご心配をかけていることはですね、本当に、心苦しく思っております。先般この要請いただきましたので、私そのところは際にお答えいたしましたが、スピード感を持って対応すると。で交渉の方から、地盤等ですね、それからいろいろまた国との関係というのはありますが、本会議終わりましたらですね、早速国等の方にも出かけまして、そういった面についても、いろいろ意見交換をして急いで対応できるように、そういった周辺整備もやってまいりたいと思っております。それから夜間照明の件につきましては、今波照間空港の例で土木部長が答えておりましたけれども、どういった形でですね、夜間のものができるのか、例えば工事用の大きな照明等がですね、活用できるのか、そういったものも含めてですね、これらのものも合わせてですね、検討してまいりたいと思っております。以上でございます。大浜一郎君。はい、それでは前向きな取り組みを、一日でも早い取り組みをお願いをしたいというように思います。少し休憩します。休憩します。再開します。大浜一郎君。地域未来、都市促進法を活用したゴルフ場を含むリゾート建設でございますけど、無償労働部の皆さんには本当にご苦労をかけているというふうに思います。しかしながら、これは地域の稼ぐ力をですね、誘発する施設でありますし、地域住民の健康増進、レクリエーションにも大きく寄与する施設であります。環境のレベルを上げるためにも必要だというふうに思いますが、ちょっと環境部に聞きます。環境アセスについて、これ当該事業に関わる環境アセスについて進歩状況はどうですか。進捗。環境部長、棚原則美君。石垣市の八重、ゴルフ場の建設につきましては、環境影響評価手続きの中の2段階目ですね、方法書について、平成31年4月に知事意見を提出しております。で、事業者はこのあと約1年間の環境影響調査を実施した後、準備書および評価書の手続きを行うことになっておりまして、その手続きにおおむね約23ヶ月間ぐらいかかります。
ですので、評価証手続きが終了する時期については、令和3年春以降、まあ、もちろん事業者の進捗具合にも影響はありますが、というような手続きの流れになっています。環境部としましては、事業者から相談等がありましたら、適切に指導助言を行いまして、環境影響評価手続きが滞りなく行われるように努めていきたいと考えております。大浜一郎君。はい、ちょっと農林水産部の方にもお聞きしますけど、現時点でですね、農地転用上の問題は、またこれからだというのですが、これから何か問題になる点というのは、どういう点が問題になるんですか。休憩します。再開します。農林水産部長、長峰隆君。はい、お答えします。まず未来、地域未来投資法に基づきます、石垣市のですね、基本計画案に対しましては、所管部局からの意見紹介がございまして、現在、その意見を提出して対応しております。で、今後もですね、農地法、それから関係法令に基づきまして、あと地域未来投資法のですね、ガイドラインに基づいて、事前調整を行って適切に対応していきたいと考えております。それから具体的なということでありましたけれども、現在、具体的なその、提出といいますか、相談はまだ現時点で地元からはございませんので、うん、特にそれを確認しないとですね、具体的にどんな課題があるかというのはまだ分からないということでございます。ありがとうございます。大浜一郎君。はい、娘にですね、私の所感を言って終わりたいと思います。この方は1年5ヶ月本当にこの近県に参加させていただきましたが、これからね、これからの10年をどうしていくかということを真剣に議論させていただいたと思います。特にですね、私が感じたことはですね、知事、ぜひですね、自分の言葉と自分の思いをですね、自分の口で堂々と語ってほしいと思う。あまりにも後ろ向きすぎる。目を見てですね、本当に自分の言葉で誠意を持って自分の言葉で喋ってください。そうしないと説得力ってないですよ。ぜひですね、我が県の長なんですから、しっかりですね、その辺のところをですね、肝に銘じて、これからも頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。